おはようございます。スマイルズの遠山と申します。今日皆さんスープ召し上がっていただいてありがとうございます。始まってますか。ありがとうございます。3つブランドをやってます。スープストック東京、それからジラフっていうネクタイのブランド、それから新しいリサイクルショップというパスザバトンですね。この3つのコンセプトと全てを、まあ、この3分ぐらいで喋ろうと思ってます。1つ目のスープストックは、97年に企画書を書いたんですけども、その時の私が書いた企画書のポスターがこれですね。でその時書いたお店の絵がこれ、私の家の斜め前にあった靴屋さんの写真を撮って、そこにペタペタっと貼って企画書にしました。それが今こういうふうになっていったので、まあ、書いとくとね実現するなっていう話ですね。企画書の中に JAL さんとオンザシップっていうブランドを作ったって書いておいたんですね。で JAL さんにそういえば企画書に昔書いたのでちょっと提案させてくださいって言って、今パリ便とかハワイ便に載ってると。だから言葉って強いなっていうふうに思ってます。ジラフっていうネクタイのブランドやってます。15年ぐらい前に三菱商事の情報産業のサラリーマンだった時に、サラリーマンってもなんかちょっと調子悪いなと思ってネクタイから変えた方がいいなって言って作りました。体温でなってまして、36度っていうのが平熱のゾーン、38度っていうのがちょっと反骨の着替えとかユニークなそういう感じですね。そしてパスザバトン、なかなか大変ですねこの時間で説明。リサイクルショップなんですけれども、地球儀があったとして、物が集まるところが赤く光る地球儀っていうのがあったら、多分地球上で東京が一番真っ赤に光ってると思うんですね。でその真っ赤を地球上に薄くピンクに広げていくイメージ、それで、色が、ブランドカラーが薄いピンクになっています。こう広がっていく、それから企業がこう、作ってるものだけじゃなくてね、一人一人にそれぞれ歴史もカルチャーもセンスもあるから、そういう一人一人のものを表に出して、ちゃんと顔も名前もプロファイルも提示しながら、その一つ一つのものにちゃんとストーリーをつけて手渡していく、それだけでも十分素敵な世界ってあるんじゃないかなっていうふうに思って、作っております。3分ぐらいで全てを喋れたような気がしてます。手紙ってあります。ペンっていう雑誌に手紙書いてくれっていうのがあって、来月出るんですけど、せっかく書いたので今日先にちょっと、お見せしようと思って、持ってまいりました。ここからはゆっくりです。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。私は元気ですよ。さてただいま私は焦っています。何を焦っているのか。リーマンショック以降不景気なうちに早く何か次を仕込まなくてはと焦っています。我々みたいな小さな会社はとにかく不景気な時こそがチャンスです。コストは抑えられ人は集まる。スープストック東京も社内ベンチャーもパスザバトンも不景気だったから仕込むことができました。景気が良ければ本業を粛々とやっていればいいのだから。不景気に売るのは大変だけれども、売るのは景気が良くたっていつだって大変です。むしろ不景気な方が消費が丁寧になってちゃんと耳を傾けてくれます。世の中困っていることがあって、その問題解決ができればそれが価値です。今世の中困っていることだらけ、悩みが価値に転換するきらめく瞬間がたくさん眠っています。復興とかじゃなくても自分の周辺のことや興味あることで良いのです。意義があって、だってそれが実現したら自分も世の中も楽しいじゃないですかっていうもの。未来のことは神様にしかわからない。だから誰でも新しいことをやるのは不安です。
だからやった人に情報も人も信頼も集まってくるんです。自分もみんなも不安な時、そこで一歩踏み出す勇気が、それが価値って言うんだと思います。だから誰にでもいつだって価値はあり得るんです。何かやりたくてやるべきことが見つかるといいですね。だって見つかりさえすればあとはやればいいのだから。ちゃんと良いと思った行動はいつでもどこでも大変だけど、だけど後で神様がおまけをつけてくれることを私は知っていますよ。あ、これって人事じゃなくて誰かがやらなきゃ始まらない。早く誰か不景気なうちに、早く誰かみんなが不安なうちに、早く誰か腹を決めておくれ。一丁みんなでやりきろう。スマイルズ遠山正道、誰かへ、皆さんへ。以上です。